ザー2風のボット絵で、隧道を探検するうすいちゃんと仲間3人の絵をお願いします。仲間はバーチャルEキャラクターの中から描いてほしいです。バーチャルEゲーマーのうすいです。マザーはですね。大体クリアしています。完璧です。そんなわけで、スーファミの名作 RPG、マザー2風のドットを、打つわけですが、まんまのドット絵を、ちょっと改変したような、そういう見た目のものを、打ってしまうと。さすがにあれがあれなのでですね、仕様はまあ、後で当たるにしても。まずは自分の記憶と手癖で、マザー2っぽいドットを、打ってみているところです。マザー2のドット絵、人物については、縦長で全身を、表示しつつ、俯瞰ではなく、真横から見たような構図。あとこの、ほぼ横になった足が、前に突き出ている。こういうイメージ。顔は目が縦に長く、ほっぺが赤い。ほっぺについては、子供主体のゲームだから。メインキャラのほっぺ赤率が高く、そのイメージが強いのかも。どうだっけ？イメージとしては、こんなだけど。なんかでかい。あ、幅32になっとる。ファミコンとスーファミのキャラは、だいたい幅16ドットなので。そりゃでかいね。小さく作ると、こんな感じかな。なんだかしっくりこないけど。このほっぺの、三角形の赤いところが、マザー2、ドット、自分の意見を持てたところで、比較してみましょう。本家は首回りが、キュートしていますね。ただまあ、イメージとしてはマザー2に近くありつつ、別のドットになっている、雰囲気があるので、いいと思います。これで進めていきましょう。ドット絵、特にこういうアイコン的な、ごく小さなピクセル数で、描くものだと、ちょっと寄せるくらいの気持ちで、描き始めたつもりが、出来上がったらほぼまんまみたいな。そういうあれが、より起こりやすい気がする。自制心を、強く持つ必要がありますね。そんな感じで、バーチャルEゲーマーしていきます。せっかくなので、スーファミ的な企画で描きましょう。幅は16ドット、高さは32ドット以内。あとは、色とかもスーファミ的な。やつにできれば、そりゃいいんでしょうが。その辺は全然知らないので、手癖だけでやります。知らないんだから、しょうがない。マザー2のドット、色塗りが相当シンプルで。寄せようとすると、シンプルゆえの、センスが問われますね。光の当たっている部分に、白は、あんまり使われず。基本はベタッと、塗られている感じ。でも、ピンポイントの白はあるかな。そうは思いつつ、白で照りをつけたくなっちゃう。そんな心が、完全なベタ塗りではなく、顔なんかには、ちょっと影の色が、使われていたりするようです。ネスは帽子を、かぶっているせいか、影の面積が、気持ち広めに見えますね。視線の色は、よく見ると完全な黒ではなく、ちょっと色がついた感じ。ちょっと色をつけておきましょう。バチャイギはこんなもんとして、背景もやっていきます。これも、ゲーム的に。8.1 単位の、タイルを並べて形作った、ような感じを志します。楽さもありますしね、その方が、8の倍数くらいのドット数で、こう、線を引きまして、崖を、作っていきましょう。上下左右に同じものを並べて、綺麗にループするよう。祈りながら、模様を引いていきます。つながりの整合性を、考えながら描くよりは、描いてみてつなげてみて、つながんなかった箇所を微修正する方が、手っ取り早いですからね。描く素材の、規模がでかくなると、その限りでもないのかも、しれませんが、少なくとも、このサイズのドット絵なら、行き当たりばったりで、いい気がします。崖の左下を作って、他の部分はコピーして、上下と左右を、適宜反転。そうすると、当然模様のつながらない部分が出てくるので、そこをつながるよう修正して、またコピーして反転配置。明らかにパターンっぽいビジュアルで、通常の絵なら、安っぽく見えそうでもありますが、ことドット絵においては、ゲーム的な文脈が生まれて、それっぽく見えるという、あれがあります。
あとは、8ドット単位でつまんで動かし、適当に配置すれば、崖ができると、そういう手順ですね。めちゃめちゃ簡素にやるなら、これで完成でも、いい気がしますが。マザー2本編の、崖の描き方に、もうちょっとだけ、寄せていきましょう。崖の上側の縁に、草の葉っぱが、せり出したようなビジュアル。人のドットは、雰囲気が寄りすぎないよう、ベース部分を、元の絵を見ずに描きましたが。こっちは普通に、見ながら描いちゃってるな。まあ、私のテクでは、たとえ見ながら書いても、そんなにないか、力及ばず。こういう、ちょっとランダムっぽい模様っぽい、こういうものを、ループしてずらっと並べても、違和感ない見た目に仕上げるってのは、いると思います。一定のセンスと、技が、私には、ちょっと、上はできたので、下の生え際も、整えていきましょう。こういうギザギザ部分の塗り、ちょっと調子に乗ると、思いっきりもあれが出ちゃうから、気を確かに持った方が、いい薄よ、できた薄よ。あとバーチャル大霊界の仲間たちと、トンネル。トンネルからかなー。これも、マップチップ的に書きましょう。半分書いて、左右反転します。観音堀。崖の明るいところが、ど真ん中に来る配置の方が、もっと綺麗だった気もしますが、まあ、まあ、いいでしょう。マザー2のドットへ、こう、さりげなく草が、散りばめられているんだなぁ。勉強になるなぁ。どちらかというと、マザー3のドットへに、近いような気もするね。色使いが、淡い感じだと、3っぽいのかもしれない。さてここに、バーチャル大霊界の仲間たちを、3体追加すれば、完成です。うおおおおおおよっしゃー。はい。バーチャルイーゲーマーと、愉快な仲間たちです。雰囲気で、マザーをやりつつ、見比べれば、まんまではないくらいの、いい感じが出せたのでは、ないでしょうか。あとやっぱり、サクッと描けるのもいいですね、ドットは。いつもの絵の、4倍くらいの速さで完成しましたし。ああ。ドット、リクエストも募集中。バーチャルイーゲーマー、スケブに。お便りを送ろう。金が減る、